皆さんこんにちは、リコです。今日はですね、朝から空港にいます。なぜかというと、この動画が公開される頃には解禁されてると思うんですけど、この度フォトエッセイを出させていただくことになりました。その撮影でですね、今日は沖縄の石垣島と竹富島に行きたいと思います。2泊3日なので、今日は朝4時半に起きて、7時前に空港にいますということで、楽しんできます。その様子を回します。行ってきます。ということで、石垣島に到着しました。初めて、人生初石垣。沖縄は結構家族とかで来てたけど、人生初石垣です。この後はホテルに行って支度メイクして、そこからもう撮影が始まります。楽しみだね。頑張るぞ頑張るぞ。ヘアメイクしてます。めっちゃ後ろが生活感でしかないけど、いいのかな。そうね、短いのキープする。てかさ、ずっとそれ終わったらまた次の作品に入るのがもう決まってんの。そうです、来年まで、マジすごいんですけど。いやでもやっぱ予定待ってた方が安心できる。もうなんか着いてからさ、車乗ってさ、このホテル来ただけだからさ、何も石垣感じてない。早く感じたい。今うずうずしてる。みるみる本舗が楽しみ。私、そうそうそう、大草原みたいな。めっちゃ良さそうだよね。いや、さっきあの見ました、石垣の空港にみるみる本舗ね。見てない。ありましたよね。え、へえ。だからアイスが本当に美味しいんだと。そうなんだ。それでは日焼け止めを塗って撮影に行ってきます。塗られながら行ってきます。石垣は暑いでございます。晴れてよかったね。いや本当に台風が結構来る時期だから心配してたんですけど、本当に良かったです。あ、石垣感じてる、嬉しい。サードはない。あ、どう、靴だ。コミントもあリスも。リス、リス。キイヤシです。味変わった？わかんない。味変したのかな？もっとかけた方がいいのかな？どんぐらいかけるの？わかんない。撮影のためにラーメン我慢してたから嬉しい。えらい。ちょっと似てるじゃん。ラーメンっぽい。麺すすれないんだけど。佐藤さんが撮って映るんですよ。上手に撮ってよ。みるみる本舗です。アイス食べて野原を駆け巡るリコを撮ります。何味ですかそれ。マンゴーとミルク。美味しい。シャーベット系？シャーベットなんだけど、シャーベットじゃない。何それ、むず。シークワーサーも食べてみて。シークワーサーだ。
ーの上手めちゃくちゃかわいい。よこちらもください。暑いです暑いよマジでなんかじわじわ汗が出てくる。今日何度？32度です。でも暑い、すごい。なんかもうなんていうの、空気にある気温自体が暑いね。ちょっと写真撮りたかった。リスザル、うわめっちゃいる。佐藤さんスマホ貸して一緒に写真撮りそう。ついていかない人たち。めっちゃ懐いてない？めっちゃご飯探してるみたいな。どうお話？なんか久々な感じ。久々な感じ。ちっちゃい頃にこういうのやったなみたいな。いつしかの記憶が蘇ってる。着付けていい？T シャツ。全然大丈夫。せっかくだな。私。あ、かっけえ、かっけえ、かっけえ。汚しやってんだから。血のりと汚しは一緒なんだよ。いけいけ。どう？かわいい。スクラブだと思ってるもん。どうだった？壮絶な戦いでした。ドロンコ壮絶な戦いでしたよ。気持ちよかった。でも気持ちよかった。綺麗だったし、お水叩きるのがスタイリストの美咲さんです。ドロドロにしました。マジで量じゃなかった。はいはいはい。やるときはやる女です。主じゃないです。かっこいいです。すごーい。キラキラなのよ、本当に。動画撮らせて。わー最高。マジでこれ絶対いい絵多いね。困ると思う、選ぶ。それがやばいよ、多分、ね、表紙泥になったらどうする。あるよ。いいじゃん、今日はラストのシーンじゃない。ルーフトップ。そうですね。そのために急いだんですよね。そう夕日が、夕日を撮りたい。うん。まだ初日なのにこんなに。ねえ、なんか充実感すごいんだけど。では続いて着替えて大人っぽく変身したリコでお会いしましょう。天才。じゃあ、あそこの椅子に座るには一回乗れなきゃいけないですよ。やっぱおしゃれなところって難しいよね。難しいよね。そう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 。めっちゃかわいい。ということだもん、かわいい。No price, no need, no
無事映った通過したの撮った無事通過したんだけど、かわいい。わかってるよなみたいな。美味しそう。一緒に使っ。マイミーです。いただきます。来ます駅から。暗闇でカレー。何て言えばいいの。美味しい。美味しい。夜ご飯を食べてこのシェイクを飲みまーす。美味しそう。桃といちごです。乾杯。乾杯。やばい、足のむくみやばいよね。やばいです。やばいよ。やばいよ。明日めっちゃ歩くのにやばいということで本日1日目が終了しました。お風呂も入って今台本も覚えて頑張ってます。やばい、あっという間過ぎたな。1日目今日の一番の思い出は何。リスザル。めっちゃ可愛かったリスザル。手がもちもちなの。私さっきからなんか台本疲れたなと思うたびにリスザルの動画見返してた。おかしいね。本当に可愛いよ。もう可愛すぎたよ。ていうかなんか本当にスタッフの皆さんが本当にいい方が多すぎてあっという間に3日間終わるんだろうなっていう風に今日改めて感じました。ということで今日は人生初石垣だったんですけど明日は人生初竹富に行ってきます。7時前とかに起きないといけないので今日は寝たいと思います。おやすみなさい。お疲れ様でした。